くやってみたいと思います。もしねこの動画を見てやりたいなと思った方はぜひぜひやってください。じゃあ行きましょう。めっちゃ中途半端です。ちなみに3人と会話しよう。了解。街にいるキャラクターとの会話を推奨します。了解です。リベル様、これはあのキャラクターベニマルですね。じゃあ話していきましょう。お前も族長だったんだし、町のことについてこれからもいろいろ助言してくれよな。町を平穏無事に収めるリムル様の統治力にはただただ頭が下がるのみです。他のキャラクターとの会話を推奨します。やっぱりかっこいいですね。ベニマル君はリムル、これは魔王ミリムナーバですね。行きましょう。でなるべくこの会話の時とか無言になっているので、であと多分なんですけど、僕のことなんで、めんどくさがりの僕のことなんで、編集は多分ノーカットかもしれません。なんでめちゃくちゃ長い動画になると思います。それではね、どんどん見ていこう。ミリム、会った時にも言ったけど、俺の許可なく街やその周りで暴れないように。約束だぞ。もちろんなのだ。約束は守るぞリムル。他のキャラクターとの会話を推奨します。いや次多分これシュナですね。では行きましょう。めっちゃ楽しい。これ見てください、この風景、綺麗極まりない。これスイッチの絵もやりたいですね。まあリムル様、リムル様、今度新しい着物をぜひ試着してくださいな。いいけど女の子用じゃないよな。じゃあ3人と会話終わったということで、多分ソロとのね新しく行くんじゃないでしょうか。ここさーて今日も何事もなく、これランガですね。マリアントの集団って言ってるそばから、大型の魔獣の接近を感知しました。つわもの揃いで草。偶然とはいえこんなにも魔獣がやってくるなんて。せっかく皆様にも新作をお召しになっていただこうと思いましたのに。また着せ替え人形に。これは魔獣に感謝だな。数など問題ではありません。すぐに片付けてまいります。いやそうかっこいい。気にすんなって、あのくらいどうってことないだろう。さすがはリムル様。ではリムル様の秘書であるシオンが蹴散らしてまいりますね。かっこいいね。町に牙を剥く者は我が主へあだ出す者も当然。一瞬で片付けてまいりましょう。シオンとランガだけでも問題なさそうだけど。わっはっは。では代わりに私が言ってやろう。マブダチの町を荒らす者は許さん。ここのところ平和すぎて腕がなまりそうで、ぜひ俺たちにお任せください。ちょっとふと思ったんですけど、これ全員暴れたら全員やる気に満ち溢れているようですな。待て待て、お前ら全員で暴れたら町まで壊れちゃうって。も同じことを考えて。だからここは俺が行く。なんと主自らの出陣。どこまでもお供いたします。リムル様、シオンの活躍見ていてくださいね。おい話聞いてた。ずるいぞ、私だって戦うからな。もちろん手加減はたっぷりしてやるから安心しろ。はあ、やりすぎてあたりをめちゃくちゃにしてはいけませんからね。過剰かもしれませんが、普通にお母さん的な存在かな。魔獣たちが近寄らぬようきついお灸を据えてやらねばなりますまい。やっぱ白老師匠っていう立場かっこいいです。誰も待つつもりはないようですね。まあ俺もですね。ではリムル様、結構人気ランク高い方じゃないでしょうか。ベニマル君は、お前ら抑え込む方が大変だよ。仕方ない、全員で行くか。暴れ街壊れちゃう。ここは俺にお任せを。魔装痕で敵に攻撃しよう。バトルでは3種類の魔装痕を使って敵に攻撃できます。手札に表示されているキャラクターもしくは種類が同じものをまとめて選択して敵に攻撃してみましょう。手札から攻撃するキャラクターを選択できます。キャラクター、
もしくは種類が同じものは複数選択できます。技能の魔装庫札は全て技能の魔装痕であるため、6枚全てを複数枚選択するとコンボとなり、コンボが多いほど与えるダメージが増加します。なるほど。対応策は…バケモン。一気にいくぞ。いや、かっこいい。普通にかっこいい。マジ天才の絵だって。自分楽しみだったので嬉しい限りです。奥義の魔装痕を使うと、キャラクターの HP の下に表示されている奥義ゲージが溜まります。最大まで貯めると奥義が発動可能になります。はい、奥義の魔装痕を増やすために、先ほど技能の魔装痕を奥義の魔装痕に変換するスキルを選んでください。大賢者、奥義の魔装痕で6コンボ発動することが可能です。各部は使える。一気に強い。一気に強い。色が少し違う気がする。それならどうだ。なんかエフェクト変わった気がする。僕だけかな。まあいいや。これが私の準備運動なのだ。ミリム、やりすぎな気が。奥義ゲージが溜まったため、手札奥義発動痕はどの手札とも組み合わせて使うことが可能です。他の手札も選択した上で攻撃を発動することを推奨します。こうかな。まだ全然理解できてないで。あれ、これもしかして焼き貫かれろ。メギド、普通にかっこいい。これが俺の覚悟だ。やばい、かっこよすぎる。ボコボコだったね、普通に。あ、覗き見はこれくらいにしておきましょうか。あんた誰？もっと見たかったです。まあまあ、どうかしら。パパの勇姿はとってもかっこよかったです。私もあっちに行きたいです。まだその時じゃないわ。でも安心なさい、すぐに会えるわ。あ、そういえばまだ名乗ってなかったよな。俺はリムル、リムルテンペスト。何の因果かスライムに転生しちゃったんだが、頼れる仲間と守るべき町があって、今の暮らしが結構気に入っている。そういえば転生してからだいぶ経つんだよな。あの洞窟で目覚めたあの日から。はい、ということで今回エーテンスラのね方をやらせていただきました。でまだね全然ファイルのねダウンロードはできていないので、次回からね改めてちゃんとやろうと思うんですけど、ここで注意です。多分僕ね、かなりのめんどくさがり屋で、重度に動画を撮ることを多分そんなしないと思うんですよ。まあ、なるべく撮ろうとは思うんですけど、多分、下手したら、話の流れとかは飛び飛びになってしまいます。その時はもう、